はい、どうもこんにちは、ゴシバと申します。本日は ASA の遊び応え抜群なオーバーホールモッド6000をご紹介したいと思います。はい、ASA をハードにするオーバーホール系モッドの紹介第2弾になりますね。今回紹介するのは、前回と同じようにね、生物にクラスを追加してよりねハードなサバイバル生活にするものもあるんですけど、他にもね派手な生物の追加はないんですけど、より硬派にねサバイバル生活をハードにするモッドであったり、あとはね ASE の時代に人気のあったオーバーホールモッドの ASA 版なんかも結構登場します。最近はねアーク公式の方でもアドベンチャーパックとかで新しい遊び方をねいろいろ提供してくれる流れになってますけども、お金を払わなくてもねモッドを使うことでね新しいアークの楽しみ方もできますんでね、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけでこの動画がいいなと思ったら励みになりますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では行きましょう。1つ目はディノオーバーホール X2 です。テイム育成面を大幅強化したハードモッドになります。生物に特性や進化の概念が追加されます。こちらは主にシステム面でアークをよりハードにします。ほぼ全ての生物に対してリバランスが行われているとのことです。より現実に即した調整が行われています。例えばテイム方法に関しては、草食恐竜に関しては手渡しテイム、肉食恐竜に関しては卵を入手して孵化させないとテイムできないといった具合になっています。確かに昏睡させて餌を食べさせてテイムっていうのは現実的ではないですよね。そういった面などでよりリアルな調整がされています。さらに育成面も大幅強化されます。例えば全ての生物はランダムで特性を持つようになります。こういった具合ですね。例えばこの子が持つタフという特性であれば、防御力に 10% のボーナスがつきます。その代わりこの子に関してはスピードが 0.85 倍になってしまうみたいですね。こういったねマイナス効果の特性もあります。中にはねレアで強力なプライム特性、メガ特性といったものも存在します。生物にはよりレアな特性を持つユニークという種がいたり、さらにその上のプライムという上位種に進化することで特性をさらに強化できます。こういったアイテムを使って人工的に特性を付与させることもできます。こういった奥深い成長要素を用いて最終的にはボスの討伐を目指します。複数の階層が存在するような一般的なオーバーホールモッドと違って派手さはありませんが、後半にリアルなハードコアアークを楽しむことができます。お次はプライマルサバイバルです。より原始的で没入感のあるハードなサバイバル体験ができます。気象イベントの発生などがあります。こちらは真のサバイバル体験を追求したハードコアモッドになります。一つの特徴として気象イベントなどの動的なグローバルイベントの追加があります。例えば危険な流星群が降るイベントやブラッドムーンになるイベントなどがあります。こういったイベントの発生時のみに生成される資源があったり、イベント時にのみ出現するボス生物などがいたりします。このようにゲームの進行がより動的になります。夜にスポーンし朝にはデスポーンするコウモリがいたりなど、より世界に動きが感じられます。またより原始的なサバイバルに焦点を当てており、アイテムや武器なども一新されます。こういった風にねより原始的ないろんなね武器やツールが追加されます。元のアークはね最終的にはテック装備などめちゃめちゃね文明の発達したものを作れますが、このモッドではね、あえて逆に不便なねこの原始的な生活を楽しむという、より本来のサバイバルに近い生活ができるというわけですね。非常にね雰囲気なんかも出るんじゃないかと思います。はい、装備してみるとこんな感じですね。めちゃめちゃね雰囲気が出てていいですね。またね後ろに見えてましたけど、こういったね放置されたキャンプみたいな構造物も追加されます。で中にはアイテムが入ってるんで、宝箱のような扱いでねこういったものを見つける楽しみもあるというわけですね。このモッド優れているのは、ゲーム内からねメニューを開いてインフォメーション情報を確認したり、あとはねモッドコンフィグから先ほど言った気候イベントの発生のオンオフだったり、その際のね細かな設定なんかをできたりします。ゲーム内でこういった設定いじれるっていうのは非常に便利ですね。普通だったらねモッドの INI ファイルっていうね、パソコンでファイルを直接いじる必要があるのが多いんですけど、
まあ、こういった風にね、ゲーム内で設定をいじれるというのは貴重です。大変ありがたいですね。他にもね、生き物のバランス調整や職業システム、クエストシステムなどはこれから実装予定とのことです。他のオーバーホールモッドとは違った硬派なサバイバルが楽しめそうですね。お次はアヌナキアッセンディットです。 ASE 時代に大人気だったオーバーホールモッドの ASA 版です。多くのアイテム、生物を追加する典型的なハード系モッドになります。こちらのモッドは ASE 時代にとても人気のあったアヌナキジェネシスというモッドの ASA 版になります。数多くのアイテムや生物の層を追加し、アークに新たなエンドコンテンツを与えてくれます。このモッドは他のオーバーホールモッドに比べてアイテム周りがしっかりしている印象です。強力な生物を倒して得られた素材を用いて、より強力なツールや弓やエリクサーなどを作り、さらに強力な生物に挑みます。現時点でも複数のクラスの生物が追加されており、それぞれにしっかり特徴があります。例えば2つ目の階層にあたるバッダス種には、さらにファイア、フロスト、ポイズンという種があり、それぞれに属性があります。それぞれのクラスでテイムに必要な餌が変わるため、より強力な生物をテイムするために素材集めを頑張るといったゲーム性が生まれます。まあ、やはりね、 ASE 時代からの人気モッドなだけあって、歩き回ってるだけでもね、かなり凶悪な生物がうじゃうじゃいるんでね、非常に楽しめるかと思います。さらにね、エンドコンテンツとして各地にね、ボスがいます。例えばこういったボスですね。こんな風にね、めちゃめちゃ強いんで、しっかりね、準備をして挑む必要があります。さらにその上にもより強力なボスが控えており、ハード系モッドとしてのやりごたえも抜群です。アークディッセンディット、テイム可能なボスを含む強力な生物を複数追加するハード系モッドになります。こちらもアヌナキジェネシス同様、いくつかの階層ごとに生物を追加し、アークの世界をよりハードにするモッドです。以前生物追加モッドの動画でも紹介しましたが、上の方の階層には神々しい生物が多く、見た目にもかっこいい生物を仲間にして暴れ回ることができます。このモッドの特徴としては、いろいろな役割を持つボスが登場するところです。例えば倒すとアーティファクトなどが得られる戦利品ボス、強力なキブルや武器の作成に使うエッセンスを落とすボスなどがいます。またテイム可能なボスも多く存在します。これらのボスも多くの種類が存在し、強大な力を持っているので、これらの生物を仲間にしてより強大な敵に挑むというゲームデザインになっています。もういろんな生物のね、見た目もエフェクトもバチクソかっこいいんで、それだけでも仲間にしたくなりますね。かっこいい生物を集めたいという方はぜひ遊んでみてください。お次はアークオメガライトです。既存の生物に多数のクラスと能力のバリエーションを追加します。アークオメガという ASE 時代からある人気のモッドの ASA 移植版になります。このモッドの特徴は、全ての生物に非常に多数のバリエーションが追加されるということです。まず6つのクラス層があります。ノーマルのものだったり、あとはベータとかアルファとかですね。それぞれでステータスの倍率が違います。そしてそのクラスに加え、各生物はランダムに個別の能力を持っています。例えばこいつだったらベータのサイレンですね。でこちらはクローナー、先ほど言ったこいつはストーンですね。というふうにいろいろな能力をね、各生物が持っているんですけど、その種類がね、なんと78種類もあります。6つのクラス ×78 種類の能力で、トータル468通りものバリエーションが全ての生物において存在します。能力にはいろいろな種類があります。例えばこのストーンだとどういった能力なのか説明を見てみましょう。メニューからね、アークオメガライトガイドというのを見ることができます。こちらのね、オメガデックスというものを使うと、各能力のね、説明を見ることができます。資源のところにありますね、ストーン。はい、まあ、ストーンはね、石や火打ち石をね、生成するみたいですね。他にも重量が3倍だったり、水の能力を持つものに弱いとかね、まあ、いろいろな特徴がね、こと細かに書いてあります。そういうのがね、各能力ごとに違うんでね、非常に面白いですね。まあ、英語なのでわからない方はね、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、重要なのはね、この能力のところだけなんで、まあ、なんとなく雰囲気でわかるんじゃないかなと思います。
このメニューではね、他にもそれぞれの能力の細かな設定ですね、スポーンチャンスとかね、いろいろ設定することができるんで、そういったこともメニューでできるっていうのは非常に便利ですね。まあ、能力にはね、あの説明に書いてあったようなステータス面の変化や、まあ、資源の収集とか以外にもね、竜巻を発生させるものだったり、ブラックホールを発生させるものといった風な、まあ、戦闘面で役立つような能力もいろいろあるんで、まあ、いろんな能力の生物を捕まえるのがとても楽しくなります。でこちらのモッドね、ただでさえこれだけね多くの種類が追加されるんですけど、モッドの説明ページを読むと、これらのバリエーションは元々のアークに存在する既存の生物のみではなく、モッドで追加された生物にも適用されると書いてありました。ちょっとまだ試したことはないんですけどね、これが本当なら組み合わせによってはとんでもない数のバリエーションの生物ができそうですね。まだアークオメガライトというふうにね、まあ、ライトっていう名前がついているように、 ASE 時代のアークオメガほどは要素が充実しておらず、現在はね生物のバリエーションを追加するのみとなっております。今後ね ASE 時代のもの並みにコンテンツが増えてほしいですね。非常に楽しみなモッドです。お次はプロメテウスアッセンディッドです。生物の進化システムが特徴的なオーバーホールモッドになります。このモッドももともとは ASE にあったものの移植になります。ただ制作者さんは別になっており、もともとのモッドの良さは維持したままバグは全て修正したとのことです。このモッドも一般的なオーバーホールモッド同様、段階を踏んで強くなるシステムが取られています。プレイヤーレベルが30になると各種モッドアイテムを作成できるモッドベンチを作れるようになります。はい、これですね。でこんな感じで、まあ、サドルとかポーションとかいろいろ作ることができます。ここがまずスタート地点になりますね。まあ、最初にテイムするのはこの頭にね、まあ、このサドルの名前もプローム・アルゲンタビスとなってますけど、頭にプロームと名の付くクラスの生物ですね。専用の餌を用いてテイムします。このクラスに属する生物が産む卵を用いて、その次のティアの生物をテイムするための餌を作ります。そしてね、プライムディノズという生物を仲間にできれば、このモッドの醍醐味である進化をさせることができます。マップ上にいるプライムチーフというねミニボスを倒すことで進化に必要な物資を手に入れることができます。まあ、こいつらのような感じですね。プライムチーフステゴサウルス、そういったミニボスを倒すことでこういったね進化に必要な物資を手に入れることができます。それを用いると先ほど言ったねプロームディノズという生物を進化させることができます。例えばね、まあ、このかっちょいカルボネミスですけど、メニューからねエボリューションインフォメーションというのを選ぶことができます。そうすると、まあ、先ほどのね素材を使ってパワーバージョンだったりライトニングバージョン、ポイズンバージョン、スピードバージョンといった風にね、いろんなバージョンにね進化させることができます。はい、かっちょいですね。ライトニングバージョンに進化が始まりました。はい、進化完了ですね。まあパッと見ちょっと見た目はあんま変わってないように見えますけど、まあ、若干色変わったかなっていう風にね、まあ、劇的な変化があるわけではないですけど、ちょっと黄色っぽくなったねこのライトニングの感じは出てますね。こうやってね進化して強力にすることでさらなるボスに対抗できるようになります。このようにね攻略の道筋はある程度決まっているので、何をすればいいかわからなくなるという方も安心です。テイムする生物はお気に入りのものを選べばいいので、自分の好きな通りに攻略できる自由度もしっかり残っています。進化というワードに惹かれる方はぜひ遊んでみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ASA の遊び応え抜群のオーバーホールモッド6000のご紹介でした。まあ、第1弾のねオーバーホールモッドの紹介動画と合わせると全部でね12種類のオーバーホールモッドの紹介をしましたね。まあ、現時点でもこれだけの数があると。でオーバーホールモッドっていうのはね結構ゲーム性をガラッと変えるようなものも多いんで、かなりね新鮮な気持ちでまたアークを楽しめるんじゃないかと思います。まあ、そんなモッドがねもう今の時点で12個もあるんでね、めちゃめちゃ長く楽しめそうですね ASA。 でそういったモッドはね今後もさらにアップデート続いていくでしょうし、また新たなね別のモッドもね開発されると思いますんでね、今後もますます非常に楽しみですね。というわけで今後もねこういったアークのモッド紹介動画などをやっていきたいと思いますので、よければねチャンネル登録して別の動画も見てくださると嬉しいです。というわけで今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では。